ああ、今日夏休みだし、あっちいなー。てか早く来すぎたかもしんない。みんないんのかな？よいしょ。おはよう。誰もいない。まあ、そりゃそうか。こんなに早く来るやついないよな。じゃあ今日も、この依頼箱を見て。おお！なんか入ってる！まあ、誰か来るまでこれ見て待っとくか。何？ん？警備員募集中。警備員？なんだこれ？どこの警備なんだこれは。どんぐらい人数必要なんだろう。まあいいや。これみんな来たら話しとこう。手紙見た？うわ、びっくりした。え、手紙見たよね。まあ、なんですか？いや、てか、あれですよね。パチシューさんですよね。あ、そうそうそう。あ、今はパチガタ警部だけど。パチガタさん。そう、パチガタ警部だけど、手紙見たよね。手紙。これですか？あ、そう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 。それ今、ポスティングしててさ。はいはいはい。すごい大変だった。いっぱい巻いたんだけど。これ見た？巻いた？見ました。警備員をやるよね。いや、そんな、え、挨拶していい？ああ、お願いします。皆さんどうも、パチシューです。ちゃよし、行こう、警備に。え、待って、早い早い早い、待って、どこ行くの？なんか警備、どこだっけ。いや、ちゃんとしてくださいよ。大丈夫、あるから。警備する場所はあるから。そんな強引に連れてかれること？ある俺。大丈夫、行こう。みんなにも連絡してないけど。150円？うん、高いでしょ。いや、全然高くないですよ。行こう。いや、大丈夫？学校どうやって出んの？え、どうやって入ってきたんですか、逆に。こっちですよ、こっち。ついてきてくださいよ、ちゃんと。よろずや！よろずやチャンネルでも動画投稿してっから、みんなこっちのチャンネルも見てみてね。やべえ、遅刻する。あー、早く。え、おー、早く。誰？え、記憶ないの？ああ、思い出した。どういう間違いだよ。ああ、間違えちゃった。ちょっと行こう。急いで。部活遅れちゃうからさ。やばい、1時間ぐらい遅れてるよね。てか、みんな遅刻したの？うん、なんか。お前、家そこやんけ。寝坊した。どうやって遅刻すんの？いや、ホムラ君めっちゃ怒ってるよ、ほら。あれ？いないよ。ホムラ君は？あ、今日休みやったんじゃないの？サボっ、いや、サボりじゃね？じゃあ俺帰ろうっと。あ、おい、ダメだよ、今日部活のはずだって。ね、ないって、いないじゃん、ほら。あれ、ホムラ君。いないよ。珍しいな。何？ほら、ほら、あそこ、ほら、女の子の幽霊。不審者じゃないの？入れない。あれ、ここ入れ。そこ入れません、そこ。すいません。開ける。開けちゃった。来ちゃった、なんか。ねえ、どうもシエルです。ちゃー。誰？わかる？シエルです。ちゃあ、覚えてる。覚えてる。私の名前は何でしょう？シエルちゃん。あ、ピーもよくわかったね。さっき言ってたからね。ね、お前誰？一番知ってるでしょ。ああ、そっかそっか。そっか。ねえ。お宝をね、盗みに行こう。みんなで、お宝をね。ええ！盗みに行く？うん。いい。さあ、行きましょう。行こうよ。何？おかしい。悪いことじゃないって思えば悪いことじゃないから。うん、バレなきゃ犯罪じゃないしね。じゃあ行こうぜ。悪いよ。結構悪いよ。最低。ほら、最低だよ。え、いつもやってるけど。最低だよ。いつもやってんの？じゃあ行こう。じゃあ今日もお宝盗みに行こうよ。うん、行こう。そんなことがある？大丈夫だよ。俺が完璧なプランを組むからさ。うん。バレないからって言って、何回バレたことがあったことか。いた、なんで。さあ行こうよ、さあ行こう。いいじゃん、バレたら取り分ゼロね。まあいいよ、絶対バレないから。あー、ま、ほら。あー、そうじゃん、いいじゃん。よし、盗みに行くぞ。3度だけゼロな、そうしたら。ねえ、うるさい、盗みに行くぞ。細かいこといいんだよ。行こう、お宝。やったー、なんかあれやな、ルパン三世みたいやな、かっけー。そうよ、ルパンだ、ルパンだ三度。ね、こう、窓ガラス、これどこ行ったの、これ。あれ、これ破壊されてるの、これ。あれ、あ、壊されてるじゃん、なんか壊れてたよ。あなたが壊したんだよ。よし、行くぞ。行こう、お宝取ったらそんなのすぐ直せるから。うわー、じゃああれやな。あの、お宝を盗むならあれだよ、特殊スーツ着ていこう。特殊スーツ作って。僕頼りなんだ。今からね、今から作んだ。あ、いいよ、じゃあちょっと作るわ。じゃあ今日の夜までに。優しい。あとあれだよ、盗みに行くならさ、車も必要だからさ。
よろしくね。え、車あるの？車あるの？なんか作ってくれるらしいよ。あ、そうそう、車も今から作るんだ。ちょっと誰が運転するの、その場合は。なんかうまいことすりゃできんじゃない。ダメだろ。え、私ゴールド免許だよ。あ、ほら、シールちゃん運転できるって。じゃあ、お願いします、お願いします。いいよ。ほら、早く車と特殊スーツを作るんだ。車作る、いけ、ドラえもん。早く作れ。4、3。ドラえもんじゃないわ。あ、ドラえもんじゃないのか。よろしく。やあ、サンド君、元気にしているかな。さて、今回君たちに行ってもらう場所は、ここ、ヨーブル美術館だ。近日ここで、世界最大の展覧会が開催される。この世界最大の展覧会の目玉の宝は、全部で6個。これらを盗めば、膨大な金額となるだろう。そして、今回の任務は非常に危険な任務となるだろう。そこで、そちらにエージェントシエルを手配した。かなりの凄腕だ。協力してお宝を入手してくれたまえ。今回のミッションで誰かが捕らえられ、あるいは殺されたとしても、当局は一切関与しない。それでは、返答を読む。あー、着いた着いた。ここ。ここなんですか？なんか、無理やり服も着せ替えられて。かっこいいね。似合ってるよ、下っ端。行こう。下っ端？何？下っ端だから。下っ端なんですか、僕。そうだよ、俺、一昨日入社したんだけど、下っ端ね。2日しか変わんないのに？下っ端なんですか？そうそう、俺は先輩だから。先輩って呼んでね。ここにね、宝がいっぱいあるんだよ。その宝を守んなきゃいけないの、今日俺ら。なるほど。というわけで、何者かが来るかもしれないから、これを渡しておこう。怖。いいんですか、こんな銃なんか。持っておこう。何があるか分かんないから。まあまあ、確かに。え、これ本当に撃てるんですか？撃てなかったら銃じゃないでしょうか。いや、まあ確かに。そうでしょ。撃ってもいいですか？俺はダメだよ。俺はダメだよ。やっぱその、ちゃんと、自分で頭打ってもいいよ。いや、やめてくださいよ。俺死んじゃいますよ。本物だったら。え、とりあえずじゃあ、ここにやべえやつが来たら、とっ捕まえればいいってことですね。そう、我々はここの警備を任されておる。了解です。やりましょう、警備を。はい、わかりました。じゃあ僕、あっち行ってきます。頼んだ。俺はここで休んどく、はい、いや、サボりたいだけだったんですか、もしかして。違う、ちゃんと見とくから。ちゃんと見とくとかじゃないです、先輩。頑張ってくださいよ。頑張る、ちゃんと見とくから、はい、お願いしますよ。じゃあ行きますからね。うん、よろしく。よろしく。よっしゃ、おめえら行くぞ。おー、行くぞ。お宝探しや。もう着くからな、もう着くから。あー、もうナビによりゃここら辺からからな。もう着くから。大丈夫、ゴールデンウィークじゃないの。やばいやばいって。事故ってない？あ、見えてきた。これはあれだな、このまま行くか。あ、行きましょう。このまま行くの。いける。行けるよね。ゼアルが作った車なら行けるよ。お、行けた。行けたじゃん。うわぁ、わぁ、着いた。ここだ。すっごい、絶対持てが情報通りの場所じゃん。堂々と正面から入ってやろう。え、警備めっちゃ硬そうだけど。そうかな。意外となんか何もないんじゃない。いや、気をつけて。今回ちょっとさ、お宝をさ、集めるために危険なことするでしょ。まあ多分こんだけ大きいかんね。ね、ていうか待って、その前にさ、特殊スーツさ、ちょっと並んでみない？これ並んでみる？もうこれさ、完全にルパンじゃん、これ。え？これルパン？これルパンじゃないの、これ。あ、それはルパンだね。おい、ゼアル、どうなってんねん、これ。俺もうバレバレやん、これ。俺、いや、ちょっと似せたいじゃん、やっぱ。色考えろよ。え、待って、ルパンでしょ？ゴエモン？ゴエモン。あ、ルパン三度生です。ルパン三度生。ルパン三度生です。一文字邪魔だね。いや、うるさい。確かに。そこが大事やねん。そこが一番大事だから。え、誰？え、次元、犬助。次元だよね。犬助。誰？はい、私。たし。メイドさん。これ何？私メイド？あ、そう。あー。峰シエコってこと？そうね。じゃあ、そう、私にぴったりね。行こう。え、正面から行くの？正面から行く？正面から行っちゃダメでしょ。あ、ね、かま、ゼル君作って、ゼル君作ってくれたやつ。あ、そう、じゃあ渡します。あ、そう、特殊武器。なになんと特殊武器？なにそれ。これなに？なにこれ、かっこいい。グラップリングフック。グラップリングフック。これどう使うの、ゼル君。おお、すごい。およー、すごい。すげえ。お前バレるぞ、そこいると。すごい、これで高いところ登れるってことか。で、これ俺ら難しいんだ。どっから入ればいいの、これ。正面、2階からとかじゃなくていいの？あ、そうか。いや、俺の完璧なプランがある。2階からだ。2階から行くんだ。2階から行こうじゃん。2階に登るぞ。おりゃ、難しくて行けないんじゃない。はい。ていうことは、これない、こっちに。うわぁ、おー、来た。おー、来たー。おー、すごい。だけど、もっと上に行ってた。ここだ。あ、ちょっと降りなきゃいけないわね。行くよ、受け止めてね。うん。
サンドセル受け止めろよ、サンドセル。あ、ごめんごめんごめん。じゃあこっからどうする、手分けして探すか、お宝。そうだね、そうしよう、そうしよう。なんでだって俺アルファンサンドセルだからな。うるさい、うるさい、うるさい。あ、そっかそっか、バレるから、ケビン来るから。じゃあこっからは たくさん集めた方の 勝利だからな。ただ帰るときはみんなで一緒に帰るぞ。じゃあ行くぞ、お宝探しや。しバラけろ、盗みに行くぞ。行くぞ、よろしく。お宝どこにあんのかな。意外となんか、えなんだこいつ、やばい、警備員がいる。待てー、待て、ルパンさんのかな、どっかで見た顔だな。やばい、名前バレてる。なんでなんか名前、待てー。あ、俺が痛い痛い痛い、撃ってきてる。死んで、死んで、バチガタさん、バチガタさん、なんですかこれ。あー、死んで、死んで、死んで、やばい、大変だよ、捕まえてそいつ。こいつ、あと後ろ追っかけてるの知ってっからな。いるいる、後ろ追っかけてるの知ってっからな。おい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 、不死身の猫がいる。任せろ、任せろ、不死身の猫がいるよ。色仕掛けするから、色仕掛け。待て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 、どれだけ。ねえ、あー、シエコ、シエコ、シエコやられてるよ。全然色っこくなかったよ。おい、あいつ色仕掛けが通じないわ。なんだよ、お前サンドだよな。ん、あれ、あいつホムラじゃね。俺の名前はルパン・サンドセー。お宝を盗みに来た。いや、そんなこと言ってもさ、俺今日警備員やってんだよ。いや、引っ張って無駄だよ。痛い痛い痛い、ちょっと待って、サンドセー逃げろ。ダメだよお前、痛い痛い、ダメだよ。俺の名前はルパン・サンドセー、お宝を全ていただいてみる。何してんの、おい、狙えるもんなら狙ってみろ。おい、危ないから、危ないから降りろって。な、何やってんの。撃てるもんなら撃たないよ。あ、サンドセー死んだ。嘘でしょ。ちょっと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 、よく見たら見た顔がある、こっちも。あ、見た顔だ。何その顔。なんでこんなとこにいんの。いや、今日ここ警備してんの、小村くんと一緒に。そうですよ。じゃあ見逃して、この新人と。ダメだよ、ダメだよ、お前宝盗みに来たんだろ。違う、私たちただジェルちゃんが盗みに行きたいって言ってました。で、何しに来たの、本当の目的は。お宝を盗みに参った。俺の名前はルパンサンドセー。黙れ黙れ、言いたいだけみたいになってんの。待って、まだ残り、まだまだいんのか。そうか、お前、いやいないいないいない、何人、何人だ。いないいない、二人で来たの。二人で来たよ。二人で来たの。あれあれあれ、ちょっと刑事、刑事、ここにいますよ。二人で来た。あれ違う、あれペットだから。待って、でも潜んでるつもりなのかもしれない。ペットのつもりか。凄腕のガンマンでしょ、この格好は多分。え、違う、それ野良犬だよ、野良犬。うん、野良犬か。じゃあしょうがないよね、野良犬は。俺違うか、まあ迷い込んできたのかな。かわいそうに。ね、君は、あの、君は外行くんだよ。外に追いやられてる。行くぞ。おお、お前何しろ。よし、行くぞ。やだ、行くぞ。おい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 、めちゃくちゃ下手くそだな。よろしく。痛い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 、見えてるぞ、ほら、痛い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 、逃げてる、倒せ倒せ、逃げろ逃げろ、いった、よし捕まえた。その声はバレてしまった。その声、お前捕まっちゃったの。てか、なんでお前らみんなコスプレしてんの。コスプレじゃない、これ特殊スーツだから。そうだよ、特殊スーツ。そうだよ、盗みに来たんだよ、お宝を。何言ってんの、痛すぎる。うん、全然痛そうじゃん。ゆえも今助けに行くぞ。いや、待て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 、おい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 、お前入ってんじゃねえか、おい。何やってんだよ。あれあれ、もうバカなの。今日の警備は余裕だから、新人ちょっとお願い、一人で。いや、待って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 、まだ二人いるんですよ、先輩。喋らなくなるやつ。ルパン、鍵見つけたわ。マジ？ほら、あはは、はしかもいいのか、こいつは石川ゆえもんだぞ。こんな牢屋なんか切っちゃうかもしれないぞ。切っちゃうぞ。もう切ってみろよ。刀は？置いてきたよ。え？何してんだよお前。何してんだお前。逆に言うけど、お前もなんかできんのかよ。おいおい、バカバカバカ、おいおい、逃げるぞ。おい待て、おい待て、おい、ルパン、どうした、あげるわ、私捕まえちゃった。あ、どこだ、こっち登ってったんですよ。あれ、いたやばい、近いほら、危ない危ない、サンドセーだ、サンドセー。あ、いた、赤いの来てる。サンドセー逃げ切る。捕まえろ、サンドセー来た。お前ら逃げろ、お前ら逃げろ。やだ、やばい、逃げられたのか。よろしく。おい、ゆえもん、地下になんかあるぞ。もう本当ですね。地下なんてあるの。これさっき、シエルちゃんからもらった鍵、これ使えばさ、これ、あ、ほら、開いた。あ、すごいじゃん。これなんかあんじゃねえの、これ。奥に扉がありますね、これ。これ奥行くか。まあ、なんかあるだろ、これ。あ、え、うわー、あ、なになに、先輩、サイレン鳴ってますよ。あ、でも、これは地下だ。でも、行く。おい、待って、で、お前ら、あー、やばい。お前ら、お前ら、どこだ、どこ行った、どこ行った、いきなりいなくなったぞ。え、逃げろ逃げろ逃げろ。
おい、ゆえもん、ゆえもん刀見つけたぞ、刀これ使え、お前どこだ、いたいたぞ、ゆえもん、発動どこ、おい、いた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 、待てこら、待ちなさい、サンドゼ、逃げるな、サンドゼ、サンドゼ、助けて、逃げるぞ、あっ、あっ、押せ、押せ、撃て撃て、当てろ、あっ、たまに逃げた、逃げれた、あっ、バカだ、こいつ、バカだ、よし、おい、なんかセミみたいになったんやんけ、でもお前ほら、はい、これ伝説の剣だって。え、あ、盗んじゃったけど、いらないんですか、これ。違う違う、これでさ、お前、剣でさ、ここ切ってよ、これ、スパーンって。切れる？サンドセ、バカだな。これは、本物じゃない。ただのレプリカだ。切れるわけがないだろ。え、このダイヤモンドに価値があるってこと？そうだ。剣はレプリカ？そう。じゃあ、お宝返して。あげないよ。本のところのチェストは全部ダミーか。っていうことは地下にいるな、あいつは。なんですれ違った時にギャーとかって言わない？あ、出て出て出て。なんですれ違った時にギャーとかって言わない？え、あー、え、助けのおかげで脱出できた。あー、早いな。全員逃がしやがって、あいつ。すごい、サンドセイが荒ぶってる。サンドセイどうした？サンドセイ、ねえ、さあ、ねえ。それやめなさいよ。不死身の猫。出る、出たい。ね、出ないよ、それ。おーい！ダメよ、危ないよ、お前。おい、これ出れるぞ、これ。おい、待て、おい、待て、先輩、先輩、これダメです、この牢屋、穴開いてるから脱出されました。おかしいな、俺が1週間かけて作ったのに。1週間、どこに何があるの？待って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 、こんなところに、これ何、それ何、伝説の指輪ゲット。あー、それめっちゃ高いやつじゃん。先輩、先輩、いっぱい取られちゃってますよ。まずいですよ。大丈夫大丈夫。大丈夫なの？まあちょっとあるから、カードは。あと、パスワードって何？1個でも取られたらまずいんじゃないの？パスワードの部屋があったよ。こっち？パスワードのヒント。パスワードのヒント。パチシューのゲーム屋さん、チャンネル作成日。シェルさん、教えてください。俺はわかんないと思うよ。なぜなら、俺もわからないからね。おい、来てる来てる、やばい、来てる来てる来てる、やばい、逃げろ、いたぞ、上だ上だ、上にいるぞ、みんな、いたぞ、倒せ、何、避けられた。パチシューのゲーム屋さんって、止まれ止まれ止まれ、パチシューのゲーム屋さんって誰なの？一発、あ、誰なんだお前。俺がパチシューのゲーム屋さんだよ。あ、そっか、こちらでロックさせてもらったからな、部屋は出られなくなってる。 YouTube を見るしかないね。今な時お前ら YouTube 見てみろよ。見るしかないね。なぜなら何回も言うけど、俺もマジでわかんないからね。なんだよそれ。あ、ここか、パスワード。あ、それそれそれ、これ待て待て待て、この部屋に入るんじゃない。0119、適当に入力しても無駄だからな。もうちょっとなんか夏とかに作った記憶があるけど、本当に0119なの？開いたよ、開いたじゃん、開いた、すごい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 ね。お前ちょっと待って待って、ダメだよお前、見ちゃう、待って待って待って、なんで、え、なんで知ってんだよ。じゃあ、ホース、一応確認させて。舐めるな、相棒舐めるな。俺も覚えてないよ。すごいよ。すごい。ちょっと見せて。何も入ってないじゃん。すごいの見たいね。これほら、ハートのダイヤモンドだって。本当だ。これじゃあとりあえずしまって。あ、オッケー。外で待ち構えてるよ。しまったよ。おい、違うやつ。おい、偽物。ほら、待って。確保確保。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。信じて。逃げるぞ。待て待て。いた。待て。違うよ。あ、間違えちゃった。踏んじゃった。間違えちゃった。なんで、なんで。先輩。いた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 。どうだ。え、そっちか。そっちか。黙って、宝箱がある、ここに。え、助けたいけど。本当だ、宝箱がある。先輩。先輩。ちょっと。ちょ。ちょっと先輩、何が起こった今。何が起こったじゃないですよ先輩、これ罠仕掛けとくって言ったじゃないですか。そんなの聞いてない、いつの間に罠を、俺の知らない罠をセットしないでよ。いやいや、俺が罠にかかっちゃったじゃない。お宝の前危ないから仕掛けときますねって言ったのに。あ、いたぞいたぞ、この先セキュリティルーム。サンド先輩、後ろ、やばい、待てよお前ら。セキュリティルーム、絶対これお宝あるから、こん中に。お前らそこに来てしまったのか。その先行っても無駄だぞ。これ何、これ絶対当たっちゃダメな、せんちゃん。お前らにクリアすることはできない。まあいいだろう、お前らはそこで焼き死ぬんだな。え、焼き死ぬ、これなんだ。いた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 、どのシステムをクリアした者は未だにいないからな。楽しい、全部当たってるよ。全部当たってる。さあそろそろ、この俺の100発100中の銃を使うから、見てろ新人。ユンちゃん、ゼアル君、あそこ絶対奥あるから頑張っていってくれ。分かった。そう、サンドセ、ちょっと一番先に死ぬのやめてよ。いや、だってレザーに当たっちゃったんだもん。当たった当たった当たった。あ、おい、
バカだな、お前らじゃクリアできないと言っただろう。どこに行ってる？取ってある、ゲットしたよ。ゲットした？ゲットした？ゲットした、ゲットした。よし、マヌ。よし。ナイス。ちょっと待ってください。何してんの？何してんの？ルンパー。ルンパーじゃない。新人。はいはい。玉切れだ。玉切れ？玉切れ。待て。おい、岩山来た。ほら。やばい。逃げろ。追っかけろ。よし、逃げるぞ。ほら。痛い。当たらない。くそ。あいた。うまい。痛い。それ。よし危ない危ないねー危ないそんな暴力反対だよ。あー、バナナごめん。これ絶対絶命じゃない。これ先輩ラスト一人こっちに行くから行きましょう。呼んだ？これ今、いや呼んだじゃなくて、あなた行こうか。出たよ。撃ちますよ、本当に。ハチくん行きますよ。なに、どうしたの？これ黄色いの壊れてるみたいだよ。黄色いの壊れてるって。本当だ。壊れてる？確認してみた方がいいと思う。本当に危ないよ、これね。え、壊れてんじゃん。壊れてた。本当に踏みました、今。ちょっと先輩、今日調子悪いわ俺。いや待ってくださいよ。今日調子悪いわ。よろずや。ねえ、どうすればいい？俺どうすればいい。ほら、お前はさ、何をしとんの。どうしたらいいの、逆に。倒したらいい？どうすればいいの。おい、バカ。おい、よし。何が起きた？やられました先輩。ねえ、俺3、4、5分ぐらいあの状態だったんだよ。大丈夫？もう病院行きたいから出してこ。早っ。ちょ、待て。待て、お前本当に病院行くの？病院行く。うん、帰んの？いや、帰って。おい、待て。帰ってねえじゃねえか、お前。なあ。なにここ。いやー、先輩どうした？先輩が引っかかった罠にまた引っかかってるバカがいますよ。よろずや。あれ多分新人スパイダーマンですね。新人スパイダーマン。え、待って、ここに普通に入ってるじゃん、お宝。え、どこに？え、伝説の石あるじゃん、ここ。めっちゃ見逃してた。おい、あるじゃねえか、目の前にここ。こんなところにあったじゃねえか。じゃああと1個じゃねえか。あ、最後アスレチックのところじゃん。あそこだけ。よし、みんなこっちだ。よし、こっち、よし、みんなでアスレチックしに行きましょう。そっちか。あ、そう。よし、いけた。グラップリングでもいけるぞ。いや、こっちこうでしょ。ちょっとやってみるか。ほら。いた。頑張ってんな。一人。ああ。あれ、行けちゃったよ。ほら。あれ、行けちゃったよ。ゴールはそこじゃないぞ。こっちだ。よし、行くぞ。やばい、先輩。俺はもう見えないとこまで行っちゃってますよ、あいつら。ちょっと追っかけてみるか。あいつら強いからな。来てる。イノスケ。早く。わあ。先輩間違えちゃった。いやー、熱い。やばいぞ。先輩待って。あれ。お前らおとなしくしとけよ。もうでもあと一人はどうせマグマに落ちて死ぬでしょ。おい、ゆんちゃん頑張ってくれよ。頑張れ。よし、クリアできそうだよ。マジ？ゆえも頑張れ。あれがクリアできるなんてことあるのか。頑張れ、ゆえも。ちょっと行ってみよう。見ないと。おい、いけそう。ゆえも頑張れ。来てるよ。どこだ？あれ？来てるんじゃないか。こっちじゃないか。いや、こっちです。あ、チェストがあった、いいぞ。やばい。いいぞ。まずい。ゆえも。あ、伝説の指輪が入ってたぞ。おぉ、これで全部なんじゃないか。いやー、やっと捕まえたわ。もうあと一人だから余裕だね。なんだ。あー、眠くなっちゃったな。おめえ誰だ。いいのか。寝とけ。まあ寝ちゃおうかな、どうせ余裕だから。ねーねー、コロリよ、怒ってるよ。誰の感情で歌ってんのそれ。先輩、暇だ。こっち降りてこないよ。もう寝た。やばい。先輩やばい。逃げられてる。逆に入れたぞ。待て。おい、まず。ゆんちゃん、早く来るんだ。ゆえもん。先輩。先輩。先輩。
先輩、先輩どこ？よし行くぞ。先輩、先輩、先輩、ちょっと、ちょっと先輩。どうした？行くぞ。いや、ちょっと、全員逃げた、全員逃げてる、全員逃げてる。宝は。逃げるぞ。いや、ちょっと、宝も全部取られてる。え、嘘でしょ。よし、どうする？とりあえず逃げなきゃ。あ、待って、宝物、一人がまとめて持っとく危ないからさ。あ、そうだね。あ、そうそうそう。僕持ってない。私が持っとくよ。これ全部？全部だ。あ、これで全部？全部揃った、これで。うん。揃った、これで。そっかそっか、よかったよかった。おーい！よかったよかった、これで全部なんだね。ありがとうね。ちょっと待って。じゃあ、私はこれで。ちょ、ジェニールルパンは帰ります。藤子ちゃん、あれあれ、待てお前ら。あ、やばい、来てる。おい、なあ、どこだ、返せ、こら。藤子、ほら、お前ら。俺、な、な、持ってない。おい、俺持ってないよ。持ってたらふざけんな。持ってない、持ってない。おい、ちょっと、返せ。あー、逃げろ。やばい。